インパクターズ松井湊の衝撃福島ということで、今回7回目のロケになります。新年一発目、なんか変に緊張するな。なんだろう。さあ、というわけで、はい、2022年一発目の衝撃福島です、ね。はい、棚倉町いろいろ回りましたけど、棚倉町いかがでしたか？なんか初めてもちろん来ましたけれども、はいはい、棚倉町のいろんなものを知れた気がします。うん、特に僕インパクトがあったのは、うん、食ですね。本当に野菜の美味しさというか ね、 野菜ですね、やっぱり福島のこの食材の良さ、はい、あとそれに勝てるシェフのねこだわりとか、はい、でまあだからね、そういう単純に僕たちが食べて、美味しく食べて、はい、まあ、一人でも多くの方に棚倉の良さを伝えるってことがね、はい、一つのミッションだったりします、うん。あとね、今年一発目ということで、はい、抱負、抱負ね、はい、言いましたもんね。はい、言いましたね。とある場所に行ってまして、とある場所に行ってサマースポットですごいとこでね、うん、ふわっとしてんな。雰囲気だけじゃ何も伝わらない。見ていただければ。あ、そうですか。しかもおみくじも、あ、そうですね、おみくじ引きましたね。まあこの結果がなかなか衝撃ということで、まあ確かにやっぱり僕は持ってたなって。そうだね。持ってたね、持ってたなっていう。そして俺も持ってたね、持ってたなっていうところで、はい。さあ、そしてあとはね、ダンス以外何にもできないというね、湊くんのアクティビティ。まあ僕のファンの方はきっともう知ってらっしゃると思うので、男性が何もできない、僕はポンコツってことで。で逆にね、福島の皆さん、スタッフのご案の皆さんにバレてしまったなって感じですね。あとその3番勝負でどちらが負けたかちょっとまだ言えないですけども、そうですね、負けた方が、はい、あ、勝った方がですね、この3番勝負勝った方がご褒美で、はい、温泉入ってます。うわっす、ね、ね、まあどちらか言えないですけども、言えないですけども、どちらかの上羅が見られる。ああ、もうでも初上羅ですよ。そう、2022年初上羅が見れますから。まあファンの方々、その人側の方々だったらもうどっち見たいか、まあそれはね、それはもう国中で、そこら辺は元ですから、空気読みますから。そうですよね。そうですよ、勝負は真剣にやりましたけども、やっぱり番組が盛り上がるためにどっちが風呂入った方がいいか、それは考えますよ。もう大人なんですから、大人ですから。長いな、これ YouTube。 そうですよ。2022年長いね。盛り上がっちゃった、ちょっと話が話されちゃった。さあ、というわけでね、棚倉の良さがギュッと詰まったね、はい、回だと思いますので、はい、ぜひご覧ください。はい、さあ、そして最後に、これの、こうなんですかね、これのファンの方に一言、あー、なるほど、メッセージを言っていただいて締めていただきたいと思います。お願いします。見るんだぞ。俺がキュンとしちゃったよ。俺がキュンとしちゃった。意外すぎて俺がキュンとしちゃった。さあ、というわけでぜひご覧ください、はい。